札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ご紹介するのはパルコ8階に6月1日ですね、オープンいたしました未来精米店というお店になります。こちらのお店ですね、大変ですよ。お米にこだわってまして、毎朝玄米からお精米してね、お米を提供してこう定食だと一緒に、定食と一緒に出していただけるお店なんですが、ではいつものようにどんな定食でどんなお味なのか見ていただきたいと思います。ではどうぞ。こちらのお店なんですが、おばんざいってちょっとなんか入りづらいというか、ちょっとなんかあまりライトじゃないイメージありませんか？僕はなんかあるんですが、こうパルコにお店があるのでやっぱりね、若い方も行きやすいっていうのがすごくいいなと思いました。で、ランチメニュー中はね、お肉とお魚を選べるんですよね。それにプラスご自身の好きなおばんざいを2種類選んで、こう一つのランチのセットみたいになるんですけども、今回選んだのがサワラのみりん焼きっていうものと、で、おばんざいが揚げ豆腐の鶏そぼろとごぼうの甘辛煮って選んだんですよね。やっぱ普段一人暮らしだとこういうものってもうほぼ絶対食べないですし、なんなら家でもあんまりこういうの食べる機会ってなんかちょっと減ってるのかなと思って、僕はねすごく嬉しかったです、ここの料理が。で、やっぱり精米したてのご飯って食べる機会って皆様ありますか？僕は本当にですね、もう何年もそんなことなくてですね、やっぱり精米したてのお米って酸化が進んでないので、こう粘り気のあるね、もちもちっとしたお米を食べれるので、やっぱり美味しいなと思いました。ちょっと どこの北海道産は間違いないんですけど、銘柄ちょっと忘れてしまったんですけど、もちろんね、このお米も食べ放題ですし、味付けはねちょっとね薄味なんですけども、やっぱこう健康に考えられた味付けになっているなっていうのを思いました。で、店内もですね、やっぱりこうパルコの中だけにあるだけあって、結構ね若者の若い方もこうライトに入りやすい、結構お店もね真ん中にあるんですよね。で、かなり広くてですね、で、おしゃれなんだけど家に帰ってきたような、なんていうんですかね、この円卓ですかね、こう座敷じゃないけどこう4人5人ぐらいが座れるような席だとかもあったりして、結構やっぱ考えられてるな、コンセプトをしっかり考えて、若い方にもこう家でね家庭で食べれるようなおばんざいだとかメインをしっかり食べていただきたいなと思って作られたお店なんだろうなっていうのが伝わってきました。で、今回は、ランチだけしかちょっと食べてないので、なんかね、ランチ後のねティータイムのデザートとかも力入れたりだとか、日本酒も結構こだわったりだとか、夜のね時間帯もいろいろ工夫をされているようなんですが、今回はねちょっと行けてないので、次回ぜひね夜の時間帯も行ってみたいと思います。ではですね、今回こう未来精米店、結構ね面白いお店になっていると思いますので、ぜひ大通り周辺でランチなど考えた時にね、ちょっと健康的なお店に行ってみようってなっていただければ僕も嬉しいです。詳細メニューの詳細だとかは概要欄のブログに載せております。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた明日、バイバーイ。